では長谷倉伊斯那さん、よろしくお願いいたします。はじめまして、長谷倉伊斯那と申します。普段はライトノベルと呼ばれる中高生や大学生をメインターゲットにした小説を書いている、小説家です。自分には特にそう、こうスキル的なものが何にもないんですが、本業とは別に同人サークルを主催していまして、おととしぐらいはビジュアルノベルゲームを作ってました。で、今回その VR という世界を知って今 VR アニメーションを作っています。で、その物語を作る立場から VR コンテンツをどうやって作ろうと思ったかみたいなお話を今日ちょっとしたいと思います。で、制作中、本当はコンテンツが完成していたらよかったんですが、今ちょっとまだアルファ版なのでこんな感じのものを作っています。ごめんください、ごめんください。あれ、手を挙げて、手を挙げて。こんなところまでわざわざ空き巣に来るなんてよっぽどね。役所のものですが。役所？事前にメールは言っていたかと思うのですが。とりあえず銃を下げていただけると助かります。このボディは擬態ですが、予備があまりないもので壊すと怒られるのです。ごめんなさい。捜索中に気がついたら知らない人が部屋に入ってきてたから、てっきり空き巣とかだと。失礼しました。何度かノックしたのですが応答がなく。こっちが予定を忘れてたんだし。何か期待に添えず申し訳ありません。すごいね。受け答えがまるで人間みたい。ボディは擬態ですが、対応してるのはれっきとした人間です。そうなの？アンドロイドじゃないの？それか、アンドロイドが自分のことを人間だと思い込んでる？そう。こんな感じで。マウントディスプレイで、こう見たら結構そのリアル感が伝わると思うんですけど、ちょっと映像だと分かりづらい。ただああいういわゆるアニメーションみたいのを作っています。で、すいません、普段こういうの慣れていないのでちょっとパワーポイントも特になく、原稿を読み上げさせていただきます。で、まずはヘッドマウントディスプレイを使った VR ストーリーを作ろうと思ったときに、最大の障害はどんなシステムを前提に作ればいいのかっていうのがすごく分かりにくいことだったんです。理論上信号を介するものであれば、例えば有名な乗馬マシンとか、例えば体重計で加速減速をやるようなレースゲームとかもあったんですけど、そういう装置がゲーム内に反映されると、それってそのままプレイヤーの行動の幅につながってストーリーテリングの際に非常に困る場合が多いんです。というのも、こう登場人物が与えられた条件を最大限活用して物語ることっていうのが、エンターテインメントの多分一番いい状況、いわゆるよく言われるのが壁にかけられた銃は発射されなければならない。で、そういう時にこう毎週毎月どんどんハードウェアがアップデートされたり、こういうこともできますとか、例えば最近だとホーブっていうアイトラッキングが搭載されたシステムとかが、もし自分がコンテンツ作っていて作り終わった頃に標準装備になっていたりすると非常に困る。ちょっとコンテンツを売る側としては、それついてないのって言われたら非常に困ってしまう。で、そういう問題がこうたくさんあって、ちょっと2年間ぐらいはいろんなコンテンツをこう見て回って、ちょっと作ろうかな作れないかなっていう、こうちょっと迷ってる時期がありました。で、その2年間こうちょっといろいろ見て回って、特にキャラクターもののコンテンツにいろいろ触れて思ったのは、こう
VR のインタラクション性とかそのインタラクションの可能性っていうのはこうなんか罠なんじゃないのかなってちょっと感じたことがありまして、どういうことかというと、ヘッドマウントディスプレイをかぶった時に体験された方は分かると思うんですけど、こうまさにキャラクターがここにいるような圧倒的な存在感を感じる。でもうなんかそれだけで一つコンテンツがちょっと成立しそうな勢いで、そうなるとこのキャラクターに手で触れられたりするとすごくいいのではないかっていうのが多分自然な反応だと思うんですよ。でその先が VR でコンテンツを作るにあたってはそうするべきではないだろうかってこうちょっとみんな思いがちなんじゃないのかなっていうのがちょっと2年間で感じたことでした。で現状だとその自動で AI に反応してもらうってことが非常に難しい。かといって手付けでモーションをつけたりとか事前にセリフを吹き込んで、プレイヤーのこう行動にリアクションをもらうとすごく作り物っぽくてなんか没入感がなくなってしまう。で、そう興ざめしてしまう。ただその VR はいかにもインタラクションできるシステムなのでみんないろいろ試してみたけれどもなんか思ってたのと違うぞっていうのが特に自分の得た実感でした。でもそのまだ思いついていないだけで何かこう最適解があるのではと思っていろいろなコンテンツを見てたんですけれども最近ではちょっともう諦めています。現状ではこの VR 内でキャラクターとやり取りをしようとするっていうのは不自然さが際立ってちょっと無理だと。でそうした上でたどり着いたのがインタラクション性を極力排するコンテンツの方向性です。VR 界隈では結構その特にアニメ系のキャラクターを扱ったりするコンテンツをやろうとしている人は同じ結論に達しているっぽくて、現在はその昔だとニセハルナとかウカガカって呼ばれたようなデスクトップアクセサリーの VR 版を作っている人も見かけます。でただ私は小説家なので、インタラクション性を排したキャラとの疑似コミュニケーションといって真っ先に思いつくのが、一人称小説です。でところでこの VR でストーリーテリングをする際の問題の一つとされることに私は誰かっていう問題がこう大きく立ちはだかっています。どういうことかというとコンテンツ内のこの自分の視点はプレイヤーの視点なのかそれとも登場人物のものなのかあるいはもっと別の何かなのか、これ例えば TPS サードパーソンサイト、まあ、とにかくその第三者視点で見ているのかどうかで、そのなんか見ている視点が何なのかっていうのが分からないのは非常に世界観の没入、世界の没入感をこう削ぐ現象でした。でもう一つ問題がこちらから反応が難しい以上キャラクターから一方的に話しかけられることもこうすごくキャラの偽物性を高めていました。で特にこう魅力的なキャラから話しかけられて自分から反応できないっていうのはものすごいストレスで、いくつかの作品の解決策は、自分はあくまで自分で VR 内で絵を描いたり文字を描いたりこういわゆる自分が VR の中に入って主体として行動する。でキャラクターが横にいていかにそのキャラクターが人間っぽい、多分どっちかというとそのペットっぽい、いかにペットっぽい感じを出すかっていう方向に進んでると思うんですけど、あともう一つはこうもう本当に一方的に話しかけてくるに任せ、あとの部分はゲーム性的な何かでコンテンツを売ろうとしている人たち、さもなくばあとはもうインタラクション性を排したいわゆるアイドルビューイング、アイドルライブビューイングで、その中で私が思ったのはこう確かにキャラクターが一方的に話しかけてきてリアクションできないのは確かにストレスだと、置いてきぼり感も半端ないんですけれども、ちょっとふと思ったのが実際に一人称視点を共有するキャラクターが代わりに答えてくれる、いわゆる普通のアニメとか映画の登場人物の視点になったコンテンツっていうのを体験したことがなくて、理屈から言うとなんかいかにも失敗しそうな感じなんですが意外にいけるんじゃないのかなと思ったんですよ。でその思った理由っていうのが、見た方いるか分かんないんですけどネイビーシールズっていう映画があるんですね。でこの映画は FPS シューティングの視点から視点を再現するような映画になっていて、これ映画を見た後に FPS をやると驚くんですけどそのまんまなんですね。
で、その際に映画を見ていて、この FPS 視点で自分が誰かっていう疑問を持つことはないですし、こう物語の没入感がそがれるっていうこともほぼないです。そうすると、その意外にみんなやっていないだけでどうにかなるんではないのかと思って今ちょっと作っているんですけれども、今のところはそんなに、その何だろう、その物語であなたはこういう状況ですよ、こういう映像を見ていますよ、でこのプレイヤーとこの登場人物はこういう関係にありますよってこう冒頭に説明して物語で解消すると没入感って意外にそがれないんじゃないのかっていうのが今のちょっと実感です。で、残りはこう余韻の問題から移動を制限されるとか、予算の都合上背景が制限されるとか、こうキャラクター数が限られるとか、そういう他のコンテンツでもよくある問題になるのではないかと思っています。で、その制限内でどんな話を作るかは小説家のこうもちろん腕の見せ所なんですけど、やっぱりこれまで通りに物語を制作するのもまた間違いだと思っています。例えばこの VR である必然性、わざわざすごい高い VR 機器を買ってそれをかぶってまでやる必然性っていうのは、こういろんなコンテンツを体験してみた結果、システムで解決するよりもシナリオとかストーリーテリング、物語でその不自然なところを自然にした方がいいのではないかとちょっと今自分なりに思っています。で、ただこうどんな設定やストーリー展開ならば VR で見る映像作品としての必然性があるのかはいくつか案があるのですが、ちょっと企業秘密です。で、もちろんこの自分の考えが正しいかどうかは作品を世に出してからのことになってしまうのですが、今自分がちょっと思っているのはこういう感じのことでした。もしそのこれから VR コンテンツでこうアニメーションとか、特にその VR 界隈でストーリーテリングが難しいとかこう言われていたり、あとまだちょっと時期尚早だったりとか、この先には出るかもっていう話は聞いてるんですけど、意外にいけるのではない、この今言ったようなことに注意すると意外にいけるのではないかなと思っているので、ぜひ皆さんに作っていただきたいんですけれども、シナリオを書く立場からとして魅力的な世界観を作ってくださいとかいうのは非常に困る仕事なんですね。何ができて何ができないのかっていうのを事前に提示してもらわないと物語って作るのが非常に難しいので、お願いとしては発注する際はシステム要件を明確にしてください。で、あと自分作ってみてちょっと感じたのは、すごい物語を入れるのが大変です。多分予算的には現実のアニメーションとほぼ変わりません。今自分が作ってるのが動画で総尺が65分で、もろもろ自分の労力含めて1000万ぐらいかかってます。で、アニメーションだとだいたい1クール12が30分5時間で1億2000万から4000万、だいたい同じぐらいの予算です。そうすると多分皆さんが思っているような2時間映画とかを作るのは多分相当厳しいです。背景とか場面転換ができないっていう制限があるので、そこで2時間持たせるのは非常に難しいです。で、自分の場合は、もうちょっと古い映画とかを参考にして予算のない一つのセットでやる、もう会話劇っていうものに、落とし込みました。ただそれが本当に面白いかどうかはちょっとまだ世に問うてみないとわからないんですけれども、今何分ですか？すいません、ちょっと話すことがもう終わってしまったんですけれども、なんかすいません。じゃあですね、ここから質問ありがとうございます。はい、長谷倉さんあんまり表に出ないですよね、はい、なのでただ長谷倉さんの作品を読まれたことある方は多いと思うんですけれども、直接こういう感じで一般の方っていうか読者の方であるとか、今回の場合はこれから新しく VR コンテンツを作ってこれから世の中に出していこうっていうプロジェクトを進めてらっしゃいますけれども、プロジェクト名今日はっきりおっしゃらなかった。
あ、プロジェクトルクスっていう作品名でやっています。はい、ですので、予定ではどれぐらいを見たり、年内に発売予定で、はい、結構早いですね。なんとか頑張っています。すごい、あ、僕来年春ぐらいかと思ってたんだけどすごい楽しみですね。あのプラットフォームは 何を、基本的には Steam VR、はい、Steam とあと Oculus ストアで、もし可能であればプレステ VR 出したいんですけれども、はい、多分ここにいらっしゃる方は企業の方なので問題ないと思うんですけども、個人のあれはあんまり相手にしてくれない厳しいちょっと面がありまして、はい、でプレステ VR もし出せたら出したいという感じです。じゃあバイブとオキュラスで年内に行けるといいなっていう感じです、はい、あとその VR コンテンツを作られてる方がそのマネタイズが難しいっていうのがあると思うんですけど、もしこの映像だとカコスコとかギア VR でもこう廉価版として出しやすいので、皆さん作っていただけると、個人的にも買った VR で楽しめるコンテンツが今ない。そうですね、なかなか萌え系のが特にないので、はい、あの先ほどのお話で、多分ちょっと、念頭になったのかなと思うのが、あの五郎満さんが作られたミクラス、あ、そうですね、はい、あれを多分ネットに置かれてちょっとお話しされてたんだと思うんですけど、あれの対局をみたいなお話なんですか？そうですね、多分五郎満さんはインタラクション性を排した、うん、存在感を最高に生かしたものを作ろうと思ってると思うんですけども、うん、自分はどちらかというと二次元に入る装置として VR を捉えているので、うん、そのインタラクション性を残したまま不自然さを消すにはどうすればいいのかっていう結論が、物語の設定とシナリオ、話し運びだと思っています。その中で長谷倉さん の, あのいわゆるプロフェッショナルとしての立ち位置は どこに反映され一番反映されるんですか？いや、単純にシナリオとあとはそのモデルの選定とかそういうところですね。特にあの何でか本当にちょっとよくわからないんですけど、世に出てる VR 系のアニメ調のやつってリアル系がすごく多くて、はい、何か理由があるのかなってちょっとわからないんですけど、そのあと二次元になると好みが出てくるので、はい、ちょっと題名を挙げるのは避けるんですけども、はい、モデルとしては非常に精度が高いんですけど可愛くないっていうのがあるんですよ。なんかこれじゃないっていう、はいはい、そうですね。で自分がその力を発揮できるとしたら、やっぱ10年間萌え系のコンテンツでお仕事してるので、こう可愛いって受け取れやすいモデルを選定できるところかなっていうのがあります。なるほど、はい、あの長谷倉さんが何年前かは忘れましたけど、SR を体験しに理研にいらして、はい、あの作りたい、こういうものを作りたいんだというものすごい情熱があって、であのそんなことなかなかおっしゃる方いなくて、もう数年前ですからね、はい、今だったらあの VR コンテンツ作りたいっていう方いらっしゃいましたけど、しかも小説家っていう立場でこういうコンテンツを作りたいんだってことをずっとおっしゃっていて、僕このプロジェクトルクスの話をが出た時に、あ、すごいこの人はまだ続けてたんだと思ってすごい感動したんですね。で、あの今日ちょっとあの触りだけ見せていただいて、あ、すごくいいなと思ってます、ね、あのなのであの知らないまま長谷倉さん呼んで、そしたらこんなことになってたみたいなところがあって、あのすごい嬉しいんですけれども、どなたかあの多分お話しできることとできないこといろいろあると思うんですけれども、長谷倉さんにあの質問のある方いらしたら、日本人のこういうのは良くないですね。刺しちゃいますよ。どなたかいらっしゃいませ。じゃあね、はい、はい。ありがとうございます。あの先ほど の, あのデモを見せていただいて、あの相手の、まあ、女の子のキャラクターいたじゃないですか。で、あのキャラクターのモーションって。例えばモーションキャプチャーみたいなのでつけたものなんでしょうか？あ、そうですね、あれも完全に演者さんと声優さんが同時に演技して声も自分でっていう、はい、いや、あのまあやっぱり演技
が結構必要になるじゃないですか、モーションキャプチャーで、アニメとかで作るのと多分やり方が結構違うだろうなと思って、じゃあ同時にプレイヤーさん、プレイヤーの方同時にやって収録みたいな。そうですね、なんかその手順としてまず最初に仮音声を収録した後にその音声に合わせて演技を撮って、演技のモーションに合わせてアフレコっていうのがなんか一般的な手順って聞いたんですけれども、その音声と演者が違うと仮音声を聞きながら演技っていうのが非常に難しいらしくて、できればその一緒がいいと。であとこれちょっと自分でコンテンツを作ってアニメに興味がない人にこの映像を見せた時にすごい衝撃的な一言もらったんですけど、知り合いのオタクの女の子と同じ動きしてるっていうでこうやっぱ事前にその分からない文化的動きっていうのがあるらしくて、もし手付けのモーションでやったとするともしかしたらうまくいかなかったかもしれない、あるいはその演者の方がこういわゆる劇団のオタク文化にあまり興味のない人だとそのオタクコンテンツには向かない動きになったかもしれないというのがちょっと、ね、自然な動きをついしちゃうんだけど、ね、いや求めてるのはそれじゃないからみたいな形になりそうです、はい、すごくなんかアニメっぽいんだけどあれを本当に人間がこう動きとして、例えばアニメだと例えば普通は例えば何か思い出でんとか、はい、あれとかそんなこと言わないじゃないですか、はい、でもそれはああいう世界観だと言うと自然なんだけど、それとそのまあ、シナリオ上書いてあるんだけどそれを演技として やる人がいたらうまく再現されてるのかなと思ってそういう質問をしたんですね。そうですね、はい、でそれも事前にちょっとやってみないとわからないことだったので自分自身も勉強になりました。ありがとうございます。はい、他にどうとかいらっしゃいますか。ありがとうございます。例えばプレイステーション VR が発売されて一番燃えている今認知度が高いのはバンナムさんのサマーレッスンだと思うんですけど、あれってプライベートエリアにこう入ってくることでドキドキするっていう VR ならではのエフェクトがあると思ってるんですけど、今回お作りになっているところでそういう VR ならではっていうのはどういうところをポイントにされていらっしゃるのかなと思ってお伺いしたいです。まずそのパーソナルスペースの問題だと近づいてくるっていうモーションが結構あります。あとうまくいくかわからないですけど抱きつかれるっていうモーションもあります。あともう一つその VR ならではっていうのは、こうストーリー上に関わるこういわゆるどんでん返し的なのを VR だから成立するっていう話でこうなんだ VR をかぶってやる魅力っていうのをちょっと作っています。ぜひ体験させていただきます。ありがとうございます。はい、年内発売ということなので楽しみですね。システムの方がどうなるかあそうですね、わかりました。じゃあ、こちらで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。